COP28 は初のグローバルストックテイクを完了させますが世界はまだ1.5度目標の道筋に乗ってはおりません軌道修正のためには2030年までの行動が決定的に重要となります2050年ネットゼロの達成 全温室効果ガスを対象とする経済全体の総量削減目標の設定及び2025年までの世界全体の排出量ピークアウトのすべてが必要です。日本は2030年度に46%減さらに50% の高みに向け挑戦を続けています。すでに約20%をまあ削減減しており着実に進んでいます。G7 広島サミットで確認されたように経済成長やエネルギー安全保障と両立するよう多様な道筋の下ですべての国が一緒になり。 ネットゼロという共通の目標を目指そうではありませんか。日本は GX 推進法に基づき、成長志向型カーボンプライシング構想を実行していきます。来年には世界初の国によるトランジッションボンドを国際認証を受けて発行をいたします。排出削減エネルギーの 安定供給経済成長の三つを同時に実現する GX を加速させ世界の脱炭素化に貢献しますアジアではアジアゼロエミッション共同体の枠組みの下で各国との共同を進めており今月には初の首脳会合を開催する予定です日本は徹底した 省エネと再エネの主力電源化原子力の活用等を通じたグリクリーンエネルギーの最大限の導入を図ります我々には太陽光の導入量が世界第三位となる実績がありますこの文脈で日本は世界で再エネ容量を3倍とし エネルギー効率改善率を2倍とするとの議長国の目標に賛同をいたしますあわせてクリーンエネルギーサプライチェーンの多様化に向け公正で持続可能な事業環境をグローバルに整備することを目指しますまた排出削減対策の講じられていない石炭火力発電所については各国の事情に応じた それぞれれぞのののネットゼロへの道筋の中でで取り組まれるべきです日本は自身のネットゼロへの道筋に沿ってエネルギーの安定供給を確保しつつ採出削減対策の講じられていない新規の国内石炭火力発電所の建設を終了していきます。官に合わせて700億ドル規模の支援を行うとの 我々ののコミットメント,もコミットメン実実施も着実に進んでいますその上で、世界銀行とアジア開発銀行に信用保管の供与を通じた合計約90億ドル規模の融資・余力拡大に貢献する用意があり、またアフリカ開発銀行の新基金へも貢献をいたします。 日本は人類共通の課題である気候変動問題に各国とともに取り組み、国際社会をリードいたします。ありがとうございました